どうも、ねずっちです。先日ね、オリンピックソフトボールね、あのカナダ戦で、上野由岐子投手がね、投じた速球に対して相手のバットがへし折れるっていうのがありましてね、金属バットですよ。金属バットって折れるんだね。もうこれもはやソフトボールじゃなくてハードボールだなってちょっと思いましたけどね。例えて言ったら大量にね、果物、一種類の果物を仕入れるみたいなね、ものすごい球威だっていうね。あ、球威だけあって上野投手の繊維もすごいのかね。ねずっちです。ではまた。